オンドレールダは、スロバキアプレ小剣、スニナ出身のプロサッカー選手。スロバキア代表1、1FC ケルに所属。ポジションは、ミッドフィールダー。故郷のクラブである、MFK スニナでキャリアをスタートし、ほどなくして、FC、VSS コシツに移籍。席。17歳の時に、ケースロバンブラチスラバ戦で、プロデビュー。2013から2014シーズン冬。 コシセトの契約延長を望まず夏の遺跡を志願したと報じられた。2014年2月、4年半の契約でレギアワルシャワに遺跡。2015年7月30日に開催された UEFA ヨーロッパリーグ予選の FK 区決戦で石が投げつけられ負傷。津田は負傷退場し試合は中止された。この試合は没収試合となりレギアが3から0で勝利。 クケシ側に約5万ポンドの罰金と次に開催される国際大会を無観客で行う決定がなされた。2016年7月20日、5年契約でヘルタベルリニー席、ダールダイ・パールに徴用され、2018から19シーズンは11得点を決めるなど、飛躍の年となった。2019から20シーズンに恩師のダールダイが退任し、 アンテコビッチに監督が交代すると状況は悪化し、ユルゲン・クリンスマンが指揮を取っても変わることはなかった。その後、戦力外通告を受けたため、2020年1月12日、ノリジシティ FC への2019から20、シーズン終了までのローン遺跡が発表された。しかし、初のプレミアリーグで10試合ノーゴール、さらにチームも最下位に終わり、2019から20、 シーズン終了後にヘルタに返却された。2020年9月16日、1FC ケルンと4年契約を締結した。2014年11月18日開催の国際親善試合、フィンランド代表戦で59分にマレクハムシークとの交代で代表デビュー。UEFA ユーロ2016ではウェールズ代表戦で同点ゴールを挙げたが試合には敗れた。 ありがとうございます。